こんにちはフィフィですえ韓国の大ヒット映画がベトナムで突然上映禁止になったという報道がありましたでその理由なんですがどうやらベトナムの人たちの韓国嫌いが影響していると言います一体何が起きているのでしょうか 実は今年5月、まあ、日本では話題になっていないんですが「犯罪都市2」という韓国映画が各国でで上映されて大ヒットしたんですね。現在の通算観客動員数が1200万人を突破していて2019年にヒットしたあの「パラサイト」「半地下の家族」以来3年ぶりに1000万人超えの大ヒット作となっているんです。 今年の6月にはアメリカ、カナダ、台湾、香港、シンガポールなど11カ国でも上映されたんですね。これ、犯罪都市2という映画は前作の犯罪都市という映画もあるんですね。で、前作は韓国のソウルで撮影されたんですが、この続編になる犯罪都市2はベトナムのホーチミンが舞台なんです。 ただその映画の舞台であるベトナムではこの韓国映画が上映できなかったんですね。これ当初はベトナムでの上映も予定していたんですがベトナムの検閲当局が暴力的なシーンが多いということでこれを却下したというんですね。 まあ韓国映画って、あの、私も見ることがあるんですが、韓国社会をリアルに描写した作品が多くて、社会問題や犯罪を題材にしていたりすると、もう生々しい暴力シーンが多いんですよね。で、この犯罪都市2という映画の内容なんですが、主人公の凶悪犯罪の担当の刑事たちが、ベトナムに逃亡した犯罪者を追跡するという、そういったストーリーなんですね。 これ実際に起きた様々な事件をもとに脚本が作られたそうです。で当然、暴力シーンはあるし、裏社会の人物も多く登場しているんですね。ただ、そうした描写が、どうやらホーチミンをまるで無法都市のように描いているということで、ベトナム側から上映に待ったがかかったようなんです。でもこれ、上映禁止というのは、よっぽどのことなんですよね。 そこまでこの韓国映画がベトナムのことをひどく描いたのかと思いますよね。ただどうやら上映禁止の理由はそれだけでもないようなんです。ベトナム当局が過剰なくらい反応して上映禁止にしたのには他にも理由があるようなんです。 そこには韓国とベトナムの過去の出来事が関連していると言います。でその過去というのが雷大藩なんですねえ。つまりこの映画が雷大藩の件を思い起こさせるということから上映禁止になったようです。雷大藩というのはベトナム戦争に派兵された韓国の軍人と現地のベトナムの女性との間に生まれた子供たちのことを言います。 ただこれ、韓国軍の兵士による性的な暴行によって生まれた子供たちなんですよね。韓国軍とベトナム人女性との間に生まれた子供は敵側である韓国軍の子供だともう長きにわたってベトナムの社会でひどい扱いをされてきました。だから多くの雷大藩は差別されて貧しい生活の中で育つと言います。ベトナムは北と南で戦っていたんですね。 で、何がやばいって、これベトナム戦争では後に北ベトナムが勝つんですがえ、韓国軍は味方の側の南ベトナムの人たちの村でこうした行為を繰り返して、しかも人々を殺害したり、村を焼き払ったり、もありえない行為を繰り返していたからやばいんですよね。え味方に対して韓国軍が組織的にやっていたっていうんですけれども、こんなやばい行為、世界でも聞いたことがありません。 これには韓国と一緒にベトナム戦争で戦っていたアメリカ軍も驚いたと元米軍の兵士が証言しています。もうまさにベトナム戦争で韓国軍が味方である南ベトナムの人たちにしてきた野蛮な行為は鬼畜そのものなんですよね。 まあこうした韓国軍兵士による行為が多かったこともあって、それを防止するために軍では後に慰安所が設置されたというんですね。ただここでも否認もせず、まあ子供ができてもお構いなしという行為が繰り返されて、多くの雷大藩が生まれ、そして韓国の軍人は何の責任も取らずに国に帰っていったんですね。 これは韓国軍の性犯罪として、今でも社会問題になっているんですが、韓国政府は問題の解決に一切動こうとはしていません。心からの謝罪どころか、何の賠償もしていないんです。日頃は人権が人権がと、ま、国連やホワイトハウスにまで行って大騒ぎをしている韓国ですが、自分たちのしてきたことには全く向き合おうとしていないんですよね。 えしかも韓国は自分より貧しい国々を下に見て馬鹿にする傾向があるんですね。えこれもたびたび東南アジアの国々で問題になっています。で、これベトナムでも問題になっていて最近ではベトナムに進出した韓国企業と現地の従業員との間に給料の未払いや虐待などがまあ発生しているとよく報道されているんですよね。まあベトナムでもまあ実は K-POP とか 韓国のポップカルチャーは入り込んでいるんですけれどもやはりこうした歴史的な背景からベトナムでは韓国は嫌いという人が多いそうなんです、まあ、今回の韓国映画の上映禁止のように対応を誤るとその国の人たちの激励に触れてしまうんですよね、まあ、大体ベトナムから見たら韓国は加害者側の国ですから快く思わない人が多いんです それは韓国が雷大犯の件で謝罪も賠償もしていないで今でもすっとぼけているからなんです、まあ、そんな態度をされれば被害者の恨みはいつまでも残るのも当然なんですよねで韓国が嫌われるといえば最近もう一つ韓国に関して驚くようなニュースが報じられたんですなんと韓国のヒュンダイ自動車が アメリカで自動労働をさせているという報道があったんですねえ。つまり子供たちを工場で働かせているというんです。これは7月22日にロイター通信が報じたものです。 報道によると、韓国のヒュンダイ自動車の子会社が、アメリカのアラバマ州の工場で子供たちを働かせていたというもので、その理由なんですが、アメリカでは新型コロナの感染拡大で経済活動がなかなか正常な状態に戻らなくて、でそんな中で人手不足が深刻化したんですね。でそうした状況に困った韓国のヒュンダイ自動車が、経済的に恵まれない不法移民の子供たちを を工場例えば子どもたちも貧しくて働きたいなんてことがあるとは思いますがやこの子どもたちはヒュンダイ自動車の完成車工場に部品を供給する金属プレス工場で働いていたというんですが、まあ、どのような賃金の条件で働いていたのかなどまだ分かっていないそうです。 まあ、不法移民でまた貧しいと、まあ、足元を見られて悪い条件で働かされるケースが多いですからそこが気になりますよねえ中国がウイグル自治区でウイグルの人たちを強制労働させていることなど、まあ、今国際社会では問題視されているわけですがえ極端に安い賃金で働かせたりまだ未成年の子どもたちを工場で働かせるといったこともこれ人権問題なんですよね。 西側の国々と思想を同じくする側の韓国が、こうしてコンプライアンスに違反するような形で子供たちの労働力を使って自動車を製造していたなんて、驚きました。今回これがアメリカで行われていたわけですが、アメリカは人権問題に関してずっと厳しい姿勢を見せているだけに、韓国のこうした行為には憤りを感じていると思います。 まあさっきの雷大派の件もそうですが韓国は他国を非難するよりえまずは自分たちのことは棚にあげて人権が人権がと騒いだり自分たちのしてきたことには目をつむるようなことをするから世界から嫌われるんです。 まあ大体韓国は日本との歴史問題なんかでいつも大騒ぎをしますが、えそもそも日本と韓国との間に歴史問題なんてないですからね。え韓国が歴史を捏造して日本を非難しているだけなんです。まあ、ただ韓国がベトナムでしてきたことは事実です。そこで生まれた子供たち、雷大藩がそれを真実だと証明しています。 韓国はベトナムに謝罪と賠償をすす。るべきですさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします